どうも、よしゃるです。このチャンネルは弾き語りの時にイントロをギター1本で雰囲気が出せるようにアレンジしたり、耳こびしたりして紹介しています。で、今回カポは2フレットについています。ではまず初めのこの部分、ここは C メジャー7をこう押さえます。そして5弦、3弦、2弦、1弦を同時、そこから1弦、次に D7 をこう押さえます。 D7 サス4と同じ押さえ方です。そして4弦、3弦、2弦、1弦を同時に弾いてから1弦の2フレット、そしたら次に Bm7 をこう押さえます。そして5弦、3弦、2弦を同時、そしてもう一度2弦、次に E7 の部分をこう押さえます。そして4弦、3弦、2弦を同時、次に2弦の1フレット、2弦の開放弦と続けます。この部分ゆっくりと押します。次の部分、ここは初めの部分はさっきと一緒なんですけれども、C メジャー7をこう押さえます。そして5弦、3弦、2弦、1弦を同時に弾いたらもう一度1弦、次に D7 をこう押さえます。 D7 サス4です。そして4、3、2、1弦を同時に弾いてから1弦の2フレット、そこから Bm7 をこう押さえて5、3、2弦を同時に弾いてから次に D の部分をこう押さえます。そして4弦、2弦、1弦を同時、そうしたら次に Em7 をこう押さえます。そして4弦と2弦と1弦を同時に弾いたら1弦の2フレット、プリングで1弦の開放弦、2弦の3フレットと続けます。この部分ゆっくりと押します。次の部分、ここも前半部分はさっきと同じなんですけれども、C メジャー7をこう押さえて5、3、2、1弦を同時、1弦の開放弦、 D7 をこう押さえて4、3、2、1弦を同時、1弦2フレット、 Bm7 をこう押さえて5、3、2弦を同時に弾いたら次 F7 をこう押さえます。そして6弦、3弦、2弦、1弦を同時、そうしたら次に E をこう押さえます。そして6弦、4弦、3弦、2弦を同時に弾いたら2弦の開放弦、2弦1フレット、2弦3フレットの順番に弾きます。ゆっくりと押します。最後の部分、ここは Am7 をこう押さえて5弦、3弦、2弦を同時に弾いてからもう一度2弦を弾きます。次に Am7 on D をこう押さえます。そして4弦、3弦、2弦を同時に弾いたらプリングで2弦の開放弦、そして人差し指で3弦の2フレット
次に中指で6弦3フレット、そこから4弦開放弦、小指でハンマリングで4弦の4フレット、2弦の開放弦、人差し指で3弦の2フレット、薬指で2弦の3フレットと続けます。この部分ゆっくりと押します。以上になります。お疲れ様でした。幻の命を弾き語る際にはぜひこのイントロも弾いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。